どうもエネラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。はい、そしてゲストの山田ナビスコさんです。よろしくお願いします。はい、じゃあ福田さん、今回のテーマお願いします。今回ですね、北斗の拳のこちら、はい、名雑魚キャラランキングということで、もうちょっと一風変わったランキングですね。まあまあ、そのいろんな角度ありますからね。その自分の中の思い出に残ってるっていう形でいきましょう。その自分が雑魚キャラだと思ったら雑魚キャラなんで。はい、なるほどね。ジャッカルが君たち。いやいや、わかんない。ジャッカルが入る可能性もありますよ。ちょっと待ってくれよ。まあまあまあ。雑魚じゃないよ。人の見方ですから雑魚は。やられっぷりだったりとかね、そういうのもあるのかな。はい、じゃあ山田さんの3位からお願いします。みんな雑魚好きだと思ってて、で、ちょっと後でもちょっとあれ出てくるんですけど、同じことがまあ。本当に日の当たらない雑魚の人たちにもう一回ちょっとすみませんちょっと斜め的見さんかもしれないですけど、もう一回これ見てあげての人たちが3位がですね、アニメ版で全く風貌全く違う風貌にされてしまったゲイラ。ゲイラどんなやつでしたっけ？あのヨーヨー使ってるやつ。ああ。あれか。そうですよ。これね。要はモデルがね、スターウォーズのねジャバザハットなんですよ。だからナメクジみたいな体型してて、さすがにこれテレビで出せてるだろうっていうことで、ただのデブにされちゃうんですよ。え？アニメのはどんなやつ？アニメがね全く違うのだから。でもちょっと雰囲気はね。そうなんだけど。ジャバザハットだから良かったんだけど、こうなったらねちょっとただのおじさんになっちゃいましたね。やなやつ感は残ってるけど、なんかすごいさ、本当にいかにさっきあれじゃないですか、モデルがいるかでいうと、もうジャバザハットモデルにするやつ出すんだっていうちょっとびっくりして、いいのかって確かに急になんか異形のもの出てきたのよ。人ならざるもので言うと。多分デビルリバース以来変なやつが出てきたっていう、催眠術使うっていうね、謎の動きもしてるんで、ものすごいあれなんで、ちょっともう一回ぜひゲイラを見てあげてほしいと。憲法でも何でもないんですよね。何でもないんですよ。変なやつだったな。確かにちょっと見てほしい。見てあげてください。確かにね、雑魚キャラですからね。じゃあ僕の3位はこちらです。バットがケンシロウ、まあ記憶がなくなったねケンシロウの力を確かめるためにリンを襲わせた2人組の男ですね。そうなんですよね。これねかわいそうですよ。バットが連れてきてね、いい女いるぜっつってそそろかして2人のね、ケンシロウ記憶なくなってるんでおろろみたいな、最初はなんかねビンタとかされて、あのケンシロウがやられてる顔するんですよ、おやみたいな。でも結局その追い詰められたら警視が覚醒してもう無残にやられてしまうんですけど、そのためだけに呼んでこられたその俺はなんかうひゃーっつって逃げるかなと思ったら顔も粉砕されて殺されちゃいますから、かわいそうだな。まあこいつはかわいそうです。かわいそうだよ。バットもひどいことするなと思いました。悪いことしたやつを退治するんじゃなくて悪いことさせて、ひどいよね。すごいマッチポンプなことやりましたから。やっぱりバットのガキの頃の悪さが出てる。そうです。これでも変わってないなっていうのもありましたしね。いやかわいそうでしたよあれは本当に。確かにだ。じゃあ私はこいつですね。ラオウとフドウが戦った時にフドウに弓矢を放ったラオウの部下たちね、こいつがねラオウの部下なんですよ。ラオウの性格も知ってるはずなんですよ。でセリフこれね、フドウをね撃っちゃってラオウがね帰ってきた時に「一体どうなされたのですか、まるでデクノボのように」あんまり言わない方がいいこと言っちゃうんですよ。我らが いねば今頃剣王さんは「帽子!」っつって「貴様らなぜこの剣王を撃たなかった、はひしかし」っつってこのやっぱねまるでデクノボのようにっていうのをね自分のね疲れてる人に言っちゃったっていうね。意外すぎたんじゃない、まさか王様がっていうね。このままみんなねボコボコにされちゃってどこまでもゲスなやつだよって、自分の部下なんですけどねこいつはねちょっと失敗しましたね。口が過ぎましたね。確かにねその不動を打っちゃっただけでもダメなのに、なぜデクノボーのようにラオウ様っていやこれは殴られるだろうと思いましたね。絶対言わない方が良かったですね。空気読めない。空気読めない。空気読めないですよ。いいですね。はい、じゃあ山下さんの2位お願いします。2位がですね、ジャッカルに名前の口を聞いて机ごとぶっ潰される知事。酒屋の知事ね。いましたね。かわいそうなんですよね。このじじいもね、このケンシロウに狙われてるっていうだけで強気になっちゃったんですよね。そうね。しかもね、すげえちっちゃいのよ。そうなんですよ。わかんないぐらいちっちゃいのよ、書かれ方が。よくこんな偉そうにできました。ケンシロウがそばにいるならまだしもね。だから、それも世紀末感出てますよね。なんかダメな人間たちばっかっていうね。基本的にさ、ちょっと後でちょっとまた出てきちゃうんですけど、やっぱ雑魚イコール断末魔があるじゃないですか。断末魔もらえない人たちってかわいそうなんですよ。最後ね。一言を。だから新喜劇でいうとこのハケネタもらえない人なんですね。ハケネタか。ハケネタないから。かわいそうなんですよね。その中でもちょっとね、群抜いて、いや、しかもこんなちっちゃいんだよなって。めちゃくちゃちっちゃい。映画の中で、いやこれちょっと悲惨すぎだろっていうとこですかね。ありがとうございます。いいですね。序盤のザコはね、やっぱザコいいですね。ザコいいんですよ。はい。僕のにはまあこれですね。やっぱでかいババアですね。はい。印象にはすごい残ってますね。なんかこんなにでけえババアはいねえって言ってたと思ったら言ってないんですよね。これって確かにアニメで言ってんじゃなかったかな。アニメでそうやって言ってるんですよね。確かに俺もそのセリフのイメージあったんですけど、こんなババアがいるかですもんね。漫画だと。アニメででけえになんじゃなかったかな。こんなにでけえババアはいねえって言ってると思ったらでね。だけどいるんですよこの世界。まあね。まあそうですよね。でけえやついますから。デビルリバースがいるわけですから。デビルリバースがいるんですから。まあここだけなんかね、すごいギャグ感あっていいからですよね。ゲイラーもいるんですから。そうなんです。ゲイラーもいるんです。このババアめちゃくちゃ人気ありますよね。あるのよね。やっぱなんか印象には残るんでしょうね。でその後もね、座ったまま足でペペペペって切られる。やられ方も良かったですね。髪型がね、イジュアルばあさんだね。イジュアルばあさんと同じ髪型なんですよね。青島幸男先生のイジュアルばあさんと同じ髪型。ここだけちょっと雰囲気違うような気したんだけど。これがね、またねスロットの話になったあれですけど、スロットとかパチンコずっと出てきて、もう20年近くになるんですけど、ね、やっとこの前最新作の北斗の拳が出て初めて出てきたんですよ。それでファンがもうすごい湧いたっていう、やっとでかいババア出てきたっていう。いや俺たちはでかいババアずっと出してほしかったんですよ。北斗の拳のスロットが2003年とかに出てるんですよ、一番最初が。でそこからお仏は消毒だとかは出てくるんですよ、北斗三外拳とか出てくるんだけど、でかいババア出てこないよねってずっと言い続けて20年して。やっとでかいババア出てきてくれたんですよ。あ、プレミアです。熱いの。熱い。あ、でかいババア出てきた当たる。まじ意識して作ってるのもね、もしかしたら。あと私はこいつですね。このやっぱね、くだらないこういうやつがね、たまに出てくるんですよ。ラオウがね、言ったらこの村のやつら変なんですって言って、無抵抗主義でみんなへーって言って笑って、どうぞ何でも持ってってください食料とかはって言って、なぜ笑うっつって、で子供がねラオウに捕まってね、ってなぜお前笑ってるんだって言って、笑うことで幸せを得れるんですみたいな言って、何を奪えって言って、でそこの長はどこだって長呼んで、私長ですって言って、で検証にバチンってビンタされた、助けてくださいって言って、すぐに子供はね真剣に守ったんですけどね、長は一瞬でね助けてくださいって言って。大人のダメなところですよね。この対比ね、こういう雑魚なんですよ。これこういうのがいいですよね。やっぱケンシロウのね、本当に雑魚なんですよね。こういうやつがね、デモとかやるんだよね。そうなんですよね。今度怒られちゃうけどさ、こういうやつがやるんだよ。なんかで味を占めたんでしょうね。子供の方がね、ちゃんとやってるっていうところがね、オスはね、悪いやつですね、こいつね。助けてくださいじゃないんだよ。じゃあ山さんの1位を。はい、1位ね。1位はですね、すごい残虐なのに、タッチションする前に周りをキョロキョロ気にするフォックス。フォックスね。タッチションする時だけやたら周り気にするんですよ。危ないからね。だから違うんですよ。要はタッチションに対してだけなんていうの。誰かいないかなって見てるってことは見られたくないんで、そっちですか。タッチションに対しての。対象に対しての罪悪感はあるんですよ。そうなんですか。無防備になるから気にしたわけじゃないですね。タッションに対してのフォックスは雑魚でしたからね、やっぱりこれを急にね、だって普通だったらだってそれこそさ、同じタッションで言ったらそれこそ銃座とかって最初にね、あれぐらいの堂々なのにキョロキョロ消してるってことは見られたくないからタッションにだけ罪悪感あるんですよ、多分ちっちゃかったのかな、思いつかないですよねこれがね、なんでなんだろうなって、あんだけねやってて、しかも北斗神拳も使ってもらってないんだよね、ただぶっ潰されるだけで、下に岩でぶっ潰されるんじゃないですか。そう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 ね、あれすごいよねなんだっけ、憲法の名前、はい、あれすごい技だよね、ネタもジャンプするんですよねその背筋力ってどうかっていうさ、鍛えてはいますよね、鍛えてはいますよね、すごい確かに超頭落ち合い、跳ねる刀ね、あれがねやっぱりすごい好きなんですよね。確かに触れ込みよりもよっぽど雑魚でしたからね。さすがジャッカルの手下だな。はい。ジャッカルフォックス。ジャッカルフォックスね。です。ジャッカルより強そうですけどね、フォックスのほうが。いや、やっぱりだからとんでもなく卑怯者で勝てないんでしょうね。やっぱ惚れ込むあれですよ。結果が強いだけじゃリーダーになれないじゃないですか。確かに。それと一緒です。ジャッカルね。ジャッカルなんだろうなんだろう。じゃあ僕のザクラ第1話こちら。クホウガンが出た出た、犬を大事にしてるやつですね。で犬がワンっつったらじゃあ死刑だなっつって、そう関がね、関ね、犬でまあ最終的にはやられちゃって、その関助けてくれっつったら関に正面かけられちゃうっていう、やっぱ雑魚たる雑魚ですね、本当に発想がね、もうその小学生の発想なんですよね。そうね、なんでここメディスンシティですよね、確か薬取り行ったらこいつがいてですよね。なんでさこの世界だったんだろう。なんかねインタビューでさ、書いてあったんだけど、ブロンソン先生が絵を見てから後から考えることもあると、このキャラクターを描いたら原先生がこういうキャラクター描いてきたから、その絵に対しての逆にキャラ付けのセリフを考えるみたいな言ってて、であんなさすがにばあさんでかく描くと思わなかったこれどういう理屈で原先生この作画したのかねいやそうなんですよね、謎なんですよね。犬なんか鼻がね高いっていう特徴があるんですけど、なんだろうね、確かになんだある意味近い造形近いかなと思うのはバットマンのペンギンなの、俺の中ではアニメ版というか、まあ原作版に近いんだけど、ラニー・デビートとかなんかそんな俳優さんでしたっけ。でもまだバットマンの映画やってないから、こっちの方が先です、こっちが先なんで、何をモデルにしてこれを描いたんだね。それで犬を大事にしてるんですよ。犬っぽい顔なわけでもないですよね。謎にねデブです何がモデルってすごいよね。そうですね、名前も凝ってるんですよ、狂気なだけでね。そう、理由も特にないしね、犬を大事にしてるっていう、だから残虐なことをしたいっていうね。いや、私はですね、雑魚という意味では交流ですね。やっぱり違うんですよ、これはその交流もすごい使い手なんだと思いますよ。だけどいきなりラオウが来て、でやっぱ龍拳はラオウをもう絶命のところまで行きましたからね、一回ね。で龍拳より交流の方が腕が立ってたんですよ。で後ろが聞いて「お前は封じ込めなきゃいけん」みたいな、「こいつの拳を封じ込めなきゃいけん」って言ったら、次の駒の一撃でぶっ飛ばされて、いや交流弱っと思いましたよ。でも山田さんね、さっき中林と言って、交流で一つだけ俺認めるとこあるんですよ。交流の息子たち出てくるんですけど、息子たち武器で戦うんですよ。交流は北斗神拳を息子たちには教えてないんです。ちゃんとこの意思相伝を守ってる、偉いです。偉いです。だからちょっと雑魚だっただけで、雑魚なのかな、場所がねえわ。だからこの角度もね、だから僕が言った十座も雑魚ですよ。まあまあ、はい、だからその、まあ、触れ込みよりももうちょっと頑張ってほしかったなって、そのもうちょっとラオウが知らないわ10座雑魚とかしてもこんなんか荒れてもクレーム来てももうちょっとで10座でさえ腕は持ってきましたからね、うん、まあ交流もなまってたんかな、交流も。まあだってね、あんなとこでね生活してるからね、まあしょうがないなかったと思うんだよな。ラオウがすごすぎたってことでいいんじゃないですか。まあちょっとね、すいませんね、交流には。でもやっぱこのかませ犬ね出てきて、まだ必要なキャラですよね、本当こういう人はね。大体みんなね、あの重慶もね龍拳もこんな時にいたんですけど、氷はこんな時もなかったですか。それはパワーアップしたラオウと衰えてる交流っていうことかな。まあまあまあこんな感じですね。ザコ、まあザコいっぱい出てきましたけどね。あとやっぱ小口は消毒だですね、やっぱ人気者はね。あいつ好きなんだけどね、小口は消毒だ。ノコギリ、はいはい、ガチャガチャ。あいつも俺好きなんですけどね、後半で言うとさ、お前いい曲を作るな、死刑。いい曲作るから死刑にした。裁判官みたいなやつね、ブランカも。そうなんですよね。いや、そういう悪いやつの発想もね、すごいよね、なんかこの。本当にクズなんですよね、悪いやつはね、クズ中のクズ。そうなんだよね。いや、いいランキングでしたね、ザコランキング、ありがとうございます。はい、さあ、それでは今日の一人でご覧ください。どうぞ。これね、俺が実際経験した話なんだ。何怖い話しようとしてない。いや、そうだよ、怖い話だよ。いや、やめてやめてよ。俺、怖い話めちゃくちゃ苦手だから。知らない人みんなに聞かせて。いやいや、やめようよ。じゃあいいよ、お前耳塞いとけよ。分かってる。いや、北斗残骸拳で耳塞がないで。どうも、ありがとうございました。